はい、ごぼかさです。はい、またしてもね、海にやってきました。今日は7月中旬、気温は35度、溶けそうなほど暑いんですけど、まあ、結構ね、風が気持ちよく吹いてくれてるんで、多少はマシかなと思います。今日もね、黒潮大蛇行中の和歌山で熱帯魚を探したいなと思います。よいしょ、なんかいないかな。あー、気持ちいい。うわむちゃくちゃ入ったで。まあ、ほとんどメジナスかね。これなんやろ。うん。これかわいいね。じゃあね、また浅いところで潜りたいと思います。おお、この波最強やな。ほり波長長部か長波か分からへんけど、あと錦ベラ、これめっちゃ綺麗ね。やったやったやったね。これむっちゃ綺麗な。いつの間にか入ってたわ。これやっぱウェットスーツ着なあかんね。なんか全身チクチクめっちゃ痛い。あー、めっちゃ綺麗ねこれ。いやいやいや、これは中野ハダイかな。めっちゃ鮮やかやね。スズメダイかな。でも水槽に入れたら真っ黒になりそうな感じの魚やね。いや、これ綺麗や。
うわ、めっちゃ綺麗だ。スズメダイ、そらスズメダイかな、なんやろね。いや、しかし綺麗な魚やな、これ。やつかな、これ波長長号かな、やったれ。お、こいつはニシキベラじゃないね、ちょっと違うタイプのベラ。お、こいつも綺麗わ。いや面白い。